昭和32年。 観客を驚かせたのである。 13日、力道山とThesz の第2戦が大阪で行われた。東京で行われた第1戦は時間切れ引き分けだったため、この日はまさに決戦となった。今度こそはと力道山の奮闘を期待する観衆が続々と試合場に詰めかけ、その数実に3万と言われ、開始前早くもリングは興奮の渦に投げ込まれている感じであります。 万丈の注目を浴びて王者ルーテーズが白いリングローブで入場。ロッキーと2インチ230ポンド41歳の年齢を超越して柔軟のうちに奇麗な強靭さを秘めている理想的なレスラーであります。一方、万代の拍手と半個の中に日本のホープ力道山が栗と桜を足立った紫のローブをつけて入場。一生の決意を胸にゴフィーと11インチ250ポンドの大使は白煙ばかりの好調さを示しています。 アメリカ側、カラシックコミッショナー代理、日本側、工藤コミッショナー代理の選手権試合宣言が行われ、満場緊張した空気が漂いました。かつて、いよいよ61分3本勝負、世界選手権試合の幕が切り落とされました。レフェリーはフレッチス。両雄、油断なく睨み合っています。 柔軟無比のThesz のタイプ、強靭類いなき力道山のタイプ、がっちり組み合いました。奥にはちょっと揉み合う両選手。
レフェリー、テーズの技に対して注意を与えました。それに対しまして、テーズ、猛然と抗議。テーズは、このクエスティスのレフェリーに対しましては、初めから不満の意を表明しています。ロープには、油断のできないテーズ。力道山慎重、ちょっと荒くの構え。テーズはロープで逃れました。テーズは、この試合、初めから、力道山に空手を打つチャンスを与えないように厳重な注意をしています。背後からぶっと組み合いました。力道山左を制しました。テーズ巧みに呼吸を図らっています。うまくなりました。すぐにヘッドスタートに入りました。テーズの鮮やかな技でやります。十分に腰を引いた力道山をよく腕固め投げに投げました。テーズたちまちヘッドスタートで力道山の首を攻めています。足をバタつかせて逃れんとする力道山。万力のごとく締め付けるテーズの両足、ようやく見えました。受けました。テーズもう一回腕固め投げ、さらにヘッドシザーズ、またかかりました。サイドに渡りますテーズのヘッドシザーズ、のごとに鮮やかな技であります。この辺はテーズの一人舞台であります。鮮やかな両選手の応酬、今度は力道山の構成でやります。完全に射程に回りましたテーズ、足をバタつかせ柔軟な体育で反撃のチャンスを狙っています。テーズはむしろ射程に追い込まれました時に警戒を要するレスラーでやります。力道山慎重に攻めています。強力向きなアームロック、ロープへ逃れんとするルーテーズ、世界の王者を決め上げます力道山。テーズ立ち上がりました。首投げに関係しております。力道山これを許しません。なんとかしてロープへ逃げんとしております。腕固め数分、試合時間もほとんど10分を経過せんとしております。ついにロープへ逃げましたテーズ、だいぶ左腕が痛そうであります。力道をすかさず攻勢に出んとしますがレフェリーに止められました。力道の空手打ちを警戒してまたロープへ逃げたテーズ、自己不意といいますが徹底的に消極的な体勢で相手の攻勢を逃れるテーズ、誠に試合の運びは豪快そのものでやります。テーズはこのところ姿勢一方、を蹴りました。テーズの拳打ちをクレッチス注意を与えています。力道闘志満々、対しましてテーズは依然として姿勢でやります。消極的な戦いぶりでやります。しかしテーズの消極さの裏には強烈な反撃力が秘められておりますだけに、力道山も決して油断はできません。
道山巧みに足を取りました。うまい足取りが壁であります。この辺の力道山の技の上達ぶりは素晴らしいものがあります。対しましてテーズは下から力道山の左腕をリストロックに入れました。力道山の足取りがため、下からテーズのリストロック、両者譲らず。攻防が激しく続きました。ついにテーズが攻め勝ちまして力道山の左腕を制しました。力道立ち上がって最終技に逃れんといたしますが、テーズはこれを許しません。柔軟なタイプのテーズはあくまでも相手の技についていきます。力道首投げにカウントしたのため、手を見て足を取り出した。ライトボールでやります。実に力道山が取りました。首投げと見せまして相手の注意力を上にそらしまして、たちまち足を取ってテーズを倒しました。見事でやります。力道懸命のレッグホールド、足先を取りましてトーホールドに出ました。こうなってはさすがのテーズも苦戦でやります。テーズ下から力道の首を攻めて反撃するといえど及ばず、なんとかしてロープへ逃れんとしました。ついにロープへ逃れました。レフェリー・フレッチス力道山にブレイクを命じました。クリといまして、いよいよ消極的な試合ぶりのテーズ、フレッチスカウントを開始しました。力道山に攻め口を与えないテーズの老下無視な試合ぶり。しかしこの裏に彼の強烈な反撃力が秘められておりますだけに、決して力道山は油断してはいけないところであります。止まりました。テーズ右で拳打ち、トヨタ陸道が左からこの時強烈なる断石を出し鮮やかに止まりました。陸道団コントを抑えました。ついにフォーク15分フォークでやります。一瞬の油断を使いまして陸道団断石を出しバックドロップを食いました。15分まず1本選手のルーテーズ、1本目を選手して息健康たるルーテーズ、関節落としに後頭部が未だにフラフラする感じの力道山、まだ元気が十分に回復していないようで心配されます。5分の時間が過ぎました。いよいよ2本目の開始でやります。銃を起こしてリングに踊り出ました力道山、2本練習いたしまして選手権を保持戦という元気なルーテーズ、ちょっと力道山消極的に見えます。湯を越して力道山攻勢の気配を示しました。テーズこの規制に押されまして交代、みんなタックルから足を取りました。しかしそれをずっとボディスラップに返しました。見事な力道山の返し技でやります。あの速いテーズのタックルを巧みにかわしました力道山のボディシザース、誠に見事であります。観衆また大熱狂、大拍手を送っています。力道山の同時には定評のあるところ、さすがな若いの王者テーズ、なかなか逃げることはできません。勝機はここぞ、懸命な力道山の同時目ボディシザー、飛び飛びして脅かすテーズ、屈せず力道山
しました。アジア君に片足がエビトリの壁に出ました。しかしロープでやります。ロープ、しかしテレズはなおも攻めつけています。なおも攻めつけます。明らかに反則でやります。明らかに反則。痛めつけられました。力道山ようやく起き上がります。レフェリーは今のテレズのあだに対して注意を与えています。しかしテレズは年下の振りでやります。こうなりまして満場興奮。力道山また抗議を申し込んでいます。ロープには誠に辛辣な技のルーテーズ。しかし試合は再開でやります。今度はテレズの腕固め投げ、ついで自分のキーロック、完全に決まりました。テレズのキーロックが決まりました。力道山左腕を完全に制されました。体を返して逃れんといたしますが、柔軟無比なテレズは決して相手の動きについていて、これを許しません。この辺は誠にテレズの見事な技でやります。両者互いに体重をかけ合いまして、くるりくるりと回転いたしますが、決してテレズのキーロックは緩みません。まず力道山としてはこの技を逃れるにはロープまで相手を持っていけるほかに方法はありません。なんとかしてロープへ逃れんという力道山、今日は勝てるという世界の王者ルーテーズの猛烈なキーロック。決して外れません。この強力無比なキーロック、ロープに合わせ持ってまいりました。力道山ロープへ逃げました。レフェリーブレイクを命じました。しかしテーズは害んじません。テーズ承知しません。ロープではないということでやります。レフェリー奮然としてブレイクを命じました。しかしテーズは離しません。やっと離しましたが猛然としてレフェリーに切ってかかりました。レフェリーの判定に大変な不服でやります。ルーテーズ最初からレフェリープレッティスの登場に対しまして反対の意を表明しておりましたルーテーズ、今もまた激しくプレッティスに抗議を申し込みました。ようやく試合が再開されました。奮然たる力道山、いかにもこれから先の風雲を予想させるようなリングであります。力道空手のチャンスを狙いましたが、巧みにロープを手にしてこれを逃れましたルーテーズ。この辺の運びは誠に老練そのものでやります。決して力道山に空手を打つチャンスを与えません。力道山1本目を先取されておりますだけに、ここで空手を打てば絶対というチャンスでやりますが、ここで打てば力道山反則でやります。打つことができません。さすがにルーテーズ世界の王者だけに試合運びは老快そのもの、決して力道山に空手を打つような体勢を与えません。空手を打つチャンスを使えません。ロープ際ここですが、またテーズ巧みに逃れました。巧みに逃れました。力道山2本目を取る道は空手一発あるのみ、伝家の宝刀あるのみ。テーズの拳打ち、またも拳打ち、この時一発ヘイト出ました。ヘイに倒れました。3-4でやります。ヘイに喧嘩の方向を一転いたしました。2本目を取りました。力道山10分40秒、ヘイのため世界の王者ルーテーズは初めて日本のマットに第6番に残されました。完全なノックアウトでやります。10分40秒、力道山の勝ち。満場大熱狂でやります。それで1対1のタイ、引き合ったりという表情の力道山、ついに空手を打つチャンスを捉えました。一方、完全に先頭の選手並みに一礼寄りかかりまして、大きく伸びておりますルーテーズ。まさに興奮と熱狂の場面でやりました。勝っていよいよ3本目の開始、1対1。世界選手権を目前にいたしまして、力道山、さっそうと登場いたしました。闘志満々、溢れるばかりでやります。
それに対しましてテーズは全く2本目の空手の教習に積極味を失いました戦いぶりであります。でやります。対しましてずっと岩石落としに伝統するテーズ、対しましてファーブラグでこれを食らいます力道山、日米両雄の一騎打ち、今度は逆に首投げ、鮮やかに打った力道山。さすがの岩石落としも力道山の巧みな川津巻きに制されましたルーテーズ、逆に首投げで大きく攻められております。力道山優勢でやります。選手権を目の前に、まさに力道山、渾身の勇を振るつける一戦であります。満場また力道山の奮闘に対しまして上げて声援を送っています。猛烈な力道の首固めヘッドロック、ものすごいヘッドロック、ものすごい首固め、さすがのルーテーズのフラフラ、テーズのフラフラであります。テーズ反撃の高いさえ示しません。フラフラでやりますルーテーズ、高鮮度と運命一心に攻めかけます力道山、まさにこの試合の最高潮場面であります。万力のようなものすごい力道山の首固めヘッドロック、フラフラブロッキーとなりました。全く闘志を失った感じのルーテーズ、ただ力道山に捕まっているだけでやります。まさに力道山チャンスでやります。絶好のチャンスでやります。もう一息、もう一息で世界選手権獲得という場面でやります。しかしながらルーテーズ、そのまま力道山の猛攻の前に屈服するかどうか。テーズようやく立ち上がりました。立ち上がった時に、ああここで飛行機だね、飛行機だね、ぐるぐるぐる回りました。ぐるっと回った両者、あーっとリングの外に落っこちました、落っこちました。両者立ち上がりません。両者それに頭を打ちました。立ち上がりません。やります。インアウト、レベリーはカウントを開始しました。カウント開始5から10、まだ両選手起き上がれません。15、まだ両選手起き上がれず、やっとテーブルが起き上がりましたが、力道山はダメでやります。ついにこの時カウントダウン、カウントダウン、テーブルは運に上がらんといたしましたが、力道山運転としてこれを引きずりをしました。しかしカウントダウンでやります。6分53秒、無判定、引き分けでございます。引き分けはすでに決定いたしました。両者リングに上がりました。しかし力道山、なおも戦わんといたしますが、レベリー選手たちは両選手の手を挙げました。無判定。しかし呆然としてもう一度最後の高い上げ一番、テーブルをリング上に投げ下ろしました。力道山まさに運命の表情でやります。無敵の世界王者と言われたテーズとの引き分けは、力道山の実力が世界チャンピオンに限りなく近づいていることを証明した。